エレキでは、チョーキングの上げ下げを利用したビブラートを、多用します。その場合に陥りやすいのが痙攣みたいな、細かいビブラートです。これはですね、水をこう切るような仕草で、その速さでかけてしまうみたいなのが、原因と考えられます。ですのでビブラートをかける際は、すごく意識的にゆっくりとかける、これを基本にするといいと思います。そんなわけで、まずはビブラートをしないで弾き、そしてビブラートを、しながら弾く、それを交互に繰り返すフレーズを弾いてみてください。チョーキング、そしてビブラート、これにピックストップを使えば、ギターを泣かせるように歌わせることができます。例えばこんな感じです。これがですね、もしピックストップを使わないで弾いてしまうと、なんとも恨めしやな世界になるわけですね。ということで右手で、一旦こう音を止めながらビブラートをかける、その点に注意をしながら、弾いてみてください。